毎度おきにラブリーゲームズです。サブシステンスも続きやっていきたいと思います。で、ルールなんですけど、一応ノーマルでやってますと。で、2回死んでて、あと1回死ねます。で、4デスするとゲームオーバーというルールでやってます。じゃあ早速やっていきたいと思います。前回はソーラーパネル設置したんですよね、確か。この上かな？ここですね。で、まあこれもアップグレードができますということですが、もういきなりアップグレードできそうですね。敵のインゴットがあれば、あとは、まあ、素材も揃ってるし、マスエネルギーが溜まるのにちょっと時間がかかるかなというところですけど、植物の世話とか、あの動物の世話したりして、結構忙しくなってきますね、こっから。ただ野菜が少なめなので、先に動物小屋のアップグレードをして、なんとかね、フリーレンジができるようになるまでなるまで、まあ素材を集めていきたいと思います。綿布が2と、いや、鉄のインゴットが2。とりあえずじゃあ3つ作っておきましょう。で、綿布か。ないので、トンの種を植えないといけないですね。一応ここに3つ植えてあるんですが、もう少し時間がかかりそうなんで、またじゃあ素材集めに出かけたいと思います。
草がいっぱいあるな。あれは？あれも草。そして箱が。ここに一つ。あとこっちにも一つあったような気がするんですが。あ、ありましたね。レベル3が やばいなこれは。クマもいたし、あそこにも箱があるのか。ただクマがいるからな、あんまり、あ、今がチャンス。よし、中身だけいただいてさっさと退散しましょう。
鶏か。じゃあこの岩場でまた鉱石を取りましょうか。今回はそんなにないですね。レベル1の狼も少ないですからね。ちょっと小動物でも捕まえておきたいところですけど、あ、ハンターがいるね。2人いるね。なるほど、あそこでキャンプそっとしておきましょうか。レベル3ばっかだな。あっちもレベル3でしょ。お、ウサギがいるね。こんなもん。よし、腹ごしらえをしましょうか。
電気がなくなりそうなんで一回止めましょう。で、火から上げて、よし。で、燃料追加して、よし、これで OK。鹿がいるね。とその前に鉱石を。あ、やっちゃったな。当たんない。いやあと一発なんだけどね。まあ一発かどうかわかんないですけど、だいぶダメージを与えたと思うんですよね。ただ目の前には狼がいる。しかもレベル3。よし、じゃあ回り道して、なんとか鹿を解体したいと思います。いや、これは近いな。いけない。よし、わかった。ゴー、やったぜ。そしてこっちも。ショットガンの弾をまともに2発当てればレベル3の狼も倒せると。ただ1回ダメージは食らう覚悟の上ですけど。
ばいやばいやばい。どっから来たのさ。あぶねえ。金も切ってられないですね、これだと。そして銃声、ハンターかな。やり合ってますね。やろう。木が縦揺れするエフェクトはやっぱり不自然ですよね。しらえして暗くなるまで釣りでもしようかな。
とその前に。手すりを作ろうか。手すり。階段が一つとフルが三つ。よし、で、あとちょっと。よし、じゃあ、ちょっと、ロックピックでも作ろうかな。一つ産んでくれてる。よし、じゃあ、階段の手すりをつけようか。よし、一つ横になったかな。まあいいや。ここはね、ガラス張りにしようと思ってるんですよ。なので今はちょっと野ざらしの状態なんですけど、まあガラスも作っていきたいと思います。ガラスはね、この
なんだ。これ。サンドストーンウォール。これで、これをリファイナリーに入れて、で、出来上がった素材を使うという感じですね。はい。これは片付けましょう。じゃあね、今回はこの辺にしておきましょうか。あ、箱がある。金の箱があるけど、もう髪が怖い。やはり来たか。お、油が4つ。ちょっと待って、ちょっと待って。ハンターに狙われてる。ミスりましたね。どういった？うん、まあいいや。じゃあね、今回はこの辺にしておきたいと思います。皆さんもいいゲームライフをお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。